草戸宣言庁の再現1945年、戦災が意境図。当時の草戸村付近の状況が確認できる。1974年の発掘調査。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成草戸宣言庁は、現在の広島県福山市にあった、鎌倉時代から室町時代にかけて、 およそ300年間存在した都市である。瀬戸内海の足田川川口の港町として栄えた。遺跡の発掘調査から、時期によって、町の規模は変遷しているが草戸千元町は近隣に、あった、調和荘などの松園や地頭、杉原市や、貧国に人,人で一体の領主であった渡辺氏の保護の、もと、他の地方との物流の交流拠点として繁栄しており、 数多くの商工業者がいたと見られ、遠くは朝鮮半島や中国大陸とも交易していたと見られている。また近くには現在も存在する草戸稲荷神社と明王院があり、その門前町としても繁栄していたものと見られている。江戸時代初期の貧乏福山藩水野家の入法寺に流路改修が行われるまで足田川は、今では廃川となった旧高鳥川方面や、 現在の福山駅前方面へ流れる流路が本流であり、当地は土砂が堆積した中洲地帯の上にできた。今日の光景からは想像しがたいが、江戸期の大規模な干拓事業が行われるまでは、今の野上町付近より、南東は瀬戸内海に直接面していた。昭和時代後期まで草戸宣言庁の遺跡は、足田川と旧高取川が分かれる。 中洲付近にあったが、遺跡の大部分が、昭和初期に国により行われた足田川の洪水対策工事のために拡張、浚渫工事で取り除かれた。また推定であるが、足田川東岸の河川機にも遺跡が存在する、可能性があり事実、草戸町一丁目付近の古道沿いの水路などにその、痕跡が残る。遺跡からの出土遺物は、広島県立歴史博物館で保存。 展示されていて、国の重要文化財に指定されていて、同博物館には、王子の草戸宣言庁の街並みが実物大のジオラマで一部再現されている。なお、王子には、瀬戸川河口に広がる、中石地に町があり、東方には、福山湾が広がっており、交通の要所にあったことから発展したと見られている。また、遺跡からは、多くの栽培植物も出土しているほか、 4000点にも、上る、大量の中世木管が出土しており、1982年には、正式報告書、草戸宣言木管1として紹介されている。草戸宣言の名は、江戸時代の中頃に、貧乏福山藩士宮原正によって書かれた、地史、備え広く軍史の中に、草戸宣言という町があったが、漢文13年の洪水で滅びたという伝承が、 記載されていたことから付けられたもので、町についての様子は書かれていなかったため、想像上の幻の町と言われていた。昭和時代に入った1930年前後の河川工事によって異物が出土しようやく存在が確認され、戦後になって1961年から約30年間にわたり断続的に行われた大規模な発掘調査で全容が判明した。 長年渦漏れた後に昭和時代になって発掘されたことから東洋のポンペイないし日本のポンペイといった呼ばれ方をされているが最盛期に埋没したポンペイとは違い洪水で完全に川の底に埋まった時期にはすでに町としては廃絶に近い状態であったと見られているこれは鎌倉戦国期には度重なる戦乱の舞台となったことで 後廃市福山城が築かれた頃に行われた足田川の改修事業により洪水対策の流路として改築されたのもあり、江戸時代にはすでに無人であったろうと想像される。ありがとうございます。